こんにちは。敏感原宿シルバー店の中村浩一です。プレスの坂口です。はい、今回は、はい、2021年に売れた高額アイテムを5個ランキング形式で紹介したいと思います。はい、その高額っていうのはどういう基準で高額になってくるんですか？まあ、希少性が高いっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、そのアイテムごとで何で高いのかっていうのはあったりするので、まあ、それも含めてランキング形式で紹介できればと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず第5位、はい、ダイイーグルのダブルバネになりまして、はいはい、まさにゴローズを象徴するアイテムで、もともとは白頭足をモチーフにしているアイテムで、ネイティブアメリカンにとっては最も太陽に近い存在で、神の使いって言われる、まあ、ものになるんですよね。ダイイーグルってもともと本当に限られた方しか購入できない、まさにゴローズに認められた方しか購入できないものになってて、もともと希少性は高いんですけれども、だいたいダイイーグルの重さって、39g 後半から、まあ、42g 未満とかのものがほとんどなんですけど、ダブルバネっていうのは 42g 以上のダイイーグル、はあ、結構重い。重いっす。敏感でも年に1、2は入ってくればいい方、もうほとんど市場には出回らないような品物になってますね。デザイン的には何か違いがあるんですか？デザインはほぼ同じ。あ、そうなんですね。なんですけど、羽の厚さ、はい、分厚さが少し変わってまして、はい、なるほど、ここが厚いものが多いですね、ダブルバネに関しては、うん、ダブルバネが、550万円で550万円、昨年は販売しております。なるほど、はい、5位ですよね。5位です。まだ。なるほど。はい、では第4位、はい、金爪先金特大フェザーの右向きになります、はい、前回の動画でもちらっと出てきたと思うんですけど、金爪がロー付けされた先金の特大フェザー、はいはい、オーダーアイテムって言われて、はい、まあ、本当に通い詰めた方がゴローズ本店の方に、まあ、ありますかっていうふうに聞いて、うんうん、オーダーが取れるか取れないか、まあ、分かんないです、ね、分かんないです。ただ取れる時期になって初めてオーダーが取れる。あ、だいたい10年ぐらいは通い詰めないと。前回の、ね、動画でもありましたね。10年はかかる。10年はかかるんで、うん、まあ、入手がまず難しいっていう希少性の高さ、うんうん、あとは金爪のメタルも金爪の作品も1990年代から、販売はされてはいるんですよ、はい、今回紹介するのは現行の金爪先金になりまして、はい、2004年以降に作られたものになるので、はい、うん、まあ、オールドのものよりさらに希少性が高い。なるほど、なるほど。ものになります。販売した金額が、660万円。なるほど。プラス5位からプラス100万円。そうですね、だいぶ上がりましたね。それでは第2位で、同率で2つあるので、はい、第2位で紹介したいと思います。で、1つ目がまたダイイーグルになるんですけど、第2位のダイイーグルは特注で全オーナー様のネーム、はい、あとは年号と、あとはイーグルスタンプが入った、まあ、特別なダイイーグルが第2位にランクインしてます、はい、まあ、さっきも説明した通りで、もともとダイイーグルってすごい希少なんですけど、はい、特にあの高橋五郎さんと親しい方は背面側ですね、名前を彫ってもらって、で彫った年代を入れてもらって、で胸元付近にイーグルのスタンプを入れてもらったりとか、うーん、もうまさにそれを五郎さんに、あ、そうです、そうです、直接入れてもらって、なのでまさに世界に1個しかない、うんうん、自分のためだけの、そうです。そのまあ本当に特別なダイイーグルが昨年で710万円、うん、もう着実に上がってますね。そうですね。同率2位のもう1点、はい、オールドの全金プレーン特大フェザーになります、はい、うん、ゴローズのものってほとんど、まあ、シルバーが使われてたりとかほとんどなんですけれども、はい、全て18金で作られた特大フェザーになってまして、うん、1990年代ぐらいからはゴローズ本店の店頭に飾ってあったんですけれども、はい、その当時ってシルバーアクセサリー大人気で店頭に飾ってあったんですけど、全く買う人がいなくて、もうみんなシルバーが人気だから、単純に定価も高かったっていうのもあるんですけど、うん、それでなかなか売れなくて、金の相場もあるんで、あの金相場がどんどん高くなって、うん、
作られる数も少なくなっていって、2010年付近まではオーダーを取ってもらえたらしいんですけれども、はい、もう今はあの全金系の特大フェザーオーダー取ってもらえず、あ、オーダーすらできない。できない。なるほど。なんで本当通い詰められても、まあ、今後手にできるかどうか本当にわからない品物になってますね。なるほど。こちらも同率2位で710万円の販売となってます。はい、堂々の第1位なんですけど、はい、予想とかあります？予想まあでもなんかイーグル鑑定かなとか思ったりしたんですけど、ランキング作ってる時見たら、はい、まあ、イーグルだろうなと思ったんですけど、はい、第1位はオールドの全金上金特大フェザー。あ、フェザーなんですね。はい、特大フェザーが、昨年の1位になってまして、はい、2位だった全金のプレーン特大フェザーにさらに金のハートが付付けされているものになりまして、まあ先ほどの説明通りで、あの希少価値が非常に高く全く流通してないアイテムになってます。昨年の販売金額は770万円。うわ、やっぱ1位ですね。そう、堂々の1位ですね、やっぱり。はい、2021年の高額アイテムランキング5選紹介させていただきましたけど、はいはい、今2021年のランキング紹介していただきましたけど、はい、なんか最近でこう高額で売れたアイテムとかってあるんですか？ありますよ。お、それこそ今年に入ってから、入ってきてすぐ売り切れになった高額のアイテムがあるので、はい、番外編として紹介をしましょう。はい、はい、お願いします。はい、では番外編の一つ目がさっきも紹介したんですけど、金爪先金特大フェザーになりまして、はい、昨年から大幅に金額上がりまして、はい、800万円で、さっきのランキングの1位が770万円。そうです。あ、もう超えたんですね。そうっす、今年に入って今年に入ってもう超えました。どのぐらい上がったんですか？おおよそ140万円ほど、昨年の売れた金額よりも上がった金額で、希少性が高いものほど変動は大きくて、うん、まあ、もちろん下がる可能性もあるんですけど、上振れることの方がほとんどなので、うん、まあ、それぐらい入手が難しいものっていうのがこの数字を見て伝わるかなと思いますね。うん、で番外編その2位なんですけれども、はい、これもさっき出てきたんですけど、はい、ダイイーグルになりまして、まあ、今回販売したものもダイイーグルダブルバネになるんですけれども、はい、まあ、さっき出てきたダイイーグルってダブルバネ、まあ、42g 以上とか、はい、あとは特注の、まあ、掘ってあるやつですね。そうです、うん、世界に1個しかないやつとか出てきたんですけど、はい、さっき 42g 以上っていうお話をしたと思うんですよ。うんうん、先月売れたのが 45.80g。 この重さは林間に入ってきたダイイーグルの中でも今までで一番重い個体。はい、そんな個体によってあるんですね、違い。あるんですけど、正直僕はこれぐらいの重さ見たことなくて、ここのさっきの説明した羽の部分、羽が分厚いと全然厚みが違うんですよ。僕は見れてよかったなっていう本当に伝説級の品物。先月で870万円で販売をさせていただきました。全然去年超えてきてるじゃないですか。そうですね、もう1ヶ月で去年を超えてすごいですね。それもあれですか、去年からの上がり幅で。こちらに関してはもう珍しすぎる、次会えることはもうないかなっていう。そうですよね。いかがでしたでしょうか、番外編含め楽しんでいただけましたか？いや、もう本当に珍しい、ね、希少なアイテムの話いろいろ聞けて楽しかったです。いや、ありがとうございます。今回紹介したアイテムは本当入荷してすぐ次の買い手様が見つかるぐらい回転が早くてすぐ売り切れてしまうものばかりなので、希少性の高いゴローズのアイテムをお探しの方はぜひリンカーに相談ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。